自由の息子たちの名のもと、自由の木での集会への参加を呼びかける広告。飲酒法を担当する行政官の辞任を求めようとしている。1765年12月、マサチューセッツにて。自由の息子たちとは、アメリカ独立戦争以前における、北米13植民地の愛国求心派の通称であり、やがてこの名を冠した市民組織が各地で結成され、 独立革命に一定の役割を果たした。特にサミュエル・アダムズが中心となったボストンの組織は1773年にボストン茶会事件を引き起こした。そしてその懲罰的な意味合いの強い耐えがたき処方に対してもさらに抵抗を続けた。1765年2月。 本国の議会で開かれた、因子法に関する討議の中で、自由の息子たちという言葉が使われたのが起源とされる。因子法を推進するチャールズ・タウンゼンドが、この子供たちは、我らの世話によって入植し、我らの寛容さによって増長し、そして我らの武力によって守られていると演説したのに、対し、植民地寄りの議員アイザック・バリは、諸君の世話によって入植したとんでもない。 諸君の圧政が彼らをアメリカに入植せしめたのである、と切り返し、その演説の中で、このような振る舞いに幾度も及ぶ人々への反発心から、彼ら自由の息子たちは、自らの血を流してきたと指摘、進歩への抵抗を予言した。同年秋には、因子法反対派を指して、自由の息子たちと呼ぶようになった。イギリス当局や、中世派の立場からすれば反逆者であり、 暴力の息子たち、邪悪な息子たちなどと呼んだ。一部の小説では、自由の息子たちは上、命下腹の地下組織であるように描かれることがあり、これが自由の息子たちについての一般的なイメージであるが、実際には高度に組織化された集団ではなく、求心的な植民地人を包括的に指した呼び名として考えた方が良い。北米植民地の愛国派はこの語によって、 アイデンティティを共有したし、指導者たちはこの語を用いて、自由の木や他の場所へ匿名の召集をかけ、しばしば過激行動を引き起こした。これが過激派組織としての自由の息子たちの実際である。自由の息子たちを自称する集団はほぼすべての植民地に現れる。独立が開始された後に月を追うごとに拡大していった。 1765年8月にはボストンの組織が結成された。サミュエル・アダムズが創立者であったがロイヤルナインという前身の組織があり、ボストンの自由の息子たちが当初からアダムズら急進派の実力組織として設立されたものだとは断言できない。11月6日にはニューヨークで他の植民地との通信を目的とする委員会が設置され、12月には ニューヨークとコネチカット間で同盟が結成された。翌年1月にはボストンとマンハッタンの組織間の通信連絡制度が設置された。3月までにはニューヨーク、ニューハンプシャー、ニューポート、ロードアイランドを含む植民地間の連絡網が設けられた。この時までに自由の息子たちはニュージャージー、メリーランド、ノーホーク、バージニアにも設立され、 またノースカロライナの地方集団は、サウスカロライナとジョージアから関心を呼んでいた。サバンナ地帯からカナダ南東部のハリファックスまで広がる北米、植民地は1765年の飲酒法に抵抗し、法的決議、自由運動、脅迫や暴行事件にまで発展した。この大衆運動によって飲酒法を廃止に追い込んだことは、植民地の急進派を勇み立たせ、 続く、他の類似の新税に抵抗が続くこととなった。1766年、ニューヨーク州の自由の息子たちは、ニューヨーク市に自由の旗竿を建て、因子法の撤廃を祝福した。自由の旗竿をめぐっては、在米のイギリス軍と長く小競り合いが続いた。愛国派によって、旗竿が建てられては、イギリス軍に破壊され、 紛争は1766年から断続的に1775年春に愛国派がニューヨーク政府の実権を奪うまで続いた。最後の自由の旗竿がイギリス軍に切り倒されたのは1776年10月28日のことである。1768年にはタウンゼンド諸法に対し自由の息子たちはボイコットによるイギリス製品の締め出しを主導した。 1772年のガスペー号焼きち事件を引き起こしたのも自由の息子たちである。1773年12月、自由の息子たちはニューヨーク市で宣言書を配布し、ニューヨークの自由の息子たちの会の設立を宣言した。彼らは茶法へ反対し、同法の実施を補助する者は皆、アメリカの自由に対する敵であるとした上で、 この決意に背く者とは我らは取引も雇用もしないし、いかなる縁も結ばないと述べた。自由の息子たちは、ボストン茶会事件で、直ちに直接行動によって茶法への反対を示した。現住民に紛争したメンバーが、東インド会社の輸送船を襲撃し、大量の茶をボストン湾に投棄した事件である。ありがとうございます。